え、やば。あれ、折り紙の撮影やんじゃないの？あ、ごめん。ちょっと今忙しすぎてご飯食べられてないんだよね。あ、ちょっと先ご飯食っていい？まあ、まあ、わかった。いただきます。やるか。撮影やりますか？もう作ったから。え、やば。この紙使ってさ、うん、円柱じゃない作品作ってほしいんだよね。あ、いつもの違う感じがいい。まあ好きなんだけど、たまには、うん、じゃあ壁にかけられる感じのやつ。あ、いいっすね。あ、じゃあそれやるわ。すごそれ。これいい感じでしょ。うん。このね、角がね、ちょっと綺麗に出る。はい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 。出したいのよ。うん。これこだわりそれね。うん。じゃあまた無茶ぶりするわ。その作品さ、めっちゃかっこいいよね。あ、これ？うん。ありがとう。作り方教えて。あ、全然いいよ。まずこの紙を、こうやって折り目をどんどんつけていって、格子状に折っていくわけよ。見てわかると思うんだけど、この斜めの線が入ってんだよね。この斜めの線の通りに折って、いかに立体にするかっていうところがめちゃくちゃ大事なんだけど、青いところがさ、一番こう出っ張ってて四角くなっててさ、で、ここが繋がって、こう、塔になるみたいなの。まあ、わかると思うんだけど、全然。で、これができると。いや、なんで？なんでわかんないの？いや、わかんねえよ。ヒンキーにブックフォールディングの作り方、聞いてみた。ブックフォールディングって本のページ折るだけじゃんって言われるんだけどさ、はいはいはい、実際どうなの？あ、まあまあまあ、折るだけだよね。あ、そうなの？うん、まあでも、ちょっとその前にちょっとだけやることあるから、うん、ちょっとそれ教えるわ、じゃあ。まず作りたい対象を決めるよね。3ミリ折ったら、もう出っ張りになるかなっていうのを、まあそんな多くないんだけど、だいたい800ページ前後ね。800？ Excel に全部まとめたっていうやつを本に実際に印をつけていくわけよ。38とか書いてあるけど、これ単位ミリなのよ。1ミリ以下印もあって、一番細かいところで 0.2 ミリずつずらして印を書いていくんだけど、まあ定規にその1ミリ以下の目印ってないからさ、苦算というかさ、うんうんうん、なんとなくこの辺かなっていうので印をつけていくっていう作業があるわけよ。この段階で大体もう何時間とかかかってるんだけど、7時間、まあ、その印の通りにひたすら折っていく800ページ。で、この800ページだと大体3時間から4時間。ああ、うん。そうそうそう。だからみんなが言ってるように、まあまあ、折るだけだよね。調子論だよ。折り紙様に本気出させてみた。はい、折り紙様。今日はこれで作ってください。これもあるんですけど、あとはこんなのも今日は用意してみました。これ光るんですよ。だろうね。電気につなげると。知ってるよ。そう、だから紙と電気を使ってこれで、よしよし。よしよし。どういうこと？いや、それをさ、それをすんのが仕事じゃん。うん。それをいい感じにすんのがクリエイターってもんでしょ。お前マジ調子論だよ。できたよ。まあいいんじゃない？調子論だよ。知らないな。よし、じゃあ折り紙の撮影やるか。ごめん、今さ、レシート整理してるから先やっててもらっていい？分かった、じゃあ撮っとくわ。おーい、お願いします。やるか。はい、じゃあ撮影しときましたよ。あ、ありがとう。はいはい。お、めっちゃいいよ。よかったよかった。あのさ、領収書この辺に一枚あったんだけど、知って
ってる？いや、知らないな。ピンキーの実力、検証してみた。この紙使ってさ、ちょっと作りたいもんあってさ。あ、ほんと？ちょっと待っててくんない？ほんとに、うん、頼むわ。いや、やっぱそれ。これいい感じでしょう。光ってるよ、もう。角とかね。これちょっと紙じゃないんじゃないかというふうに見えるようにね、作るのはね、工夫しました。ということで。はい。折り紙様の実力、検証してみた。この紙使ってさ、うん、二度と作りたくない作品作ってほしいんだよね。二度と作りたくない。でかいね。でかいのよ、めっちゃ。この一枚を使って。そう。何でもいいの？お任せします。じゃあちょっとやってみますか。できたよ。いや、かっこいいわ。いいでしょ、これ。うん。制作のポイントは？あ、ポイント？うん。ポイントはね、ない。ない。ない。ないんだ。うん。じゃあまた無茶ぶりするわ。いつでもどうぞ。ヒンキーの作品メルカリで勝手に売ってみた。作品メルカリに出品したわ。出品した？した。え、しようかとかじゃなくて？もうね、出しちゃった。勝手に？はい。メルカリに？そうです。いくらで？20万です。20万。メルカリに20万。そうですよ。マジで？まあでも、メルカリで売ることないしね。買えた人ラッキーなんじゃない？メルカリ、ヒンキー、ブックフォールディングで検索。新宿駅で思わず泣いてしまった話なんですけど、僕の親父はこのブックフォールディングの仕事を一貫して反対しています。親父はザ・昭和人間でかなり厳しく育てられ、大企業を辞めてこの仕事をやりたいと言った時ももう反対。それらを全部無視して僕は今この仕事をしています。なので仕事の話はほとんどしない期間が長くありました。今年の3月30歳になり、両親と電話をしていた時、親父から何か新しいことをしないといけないんじゃないかと言われ、この角川から出す本の話を報告しました。すると、そうか、まあ謙虚に頑張れよと返事をもらい、親父らしいと電話を切りました。次の日、新宿駅のホームで電車を待っていると、親父から電話が、昨日お酒を飲んでいたから覚えてないんだけど、お前角川から本を出すんだってな。お父さんの言うこと全部無視してやってきてよかったな、と言われました。こんなにも喜んでる親父の声を聞いて、この仕事をやりたいけど、決して両親に心配をかけたいわけではない。だけど結果が出ない。そんな葛藤がずっとあったので、それが嬉しくて感情を抑えきれなくなりました。マスクを異常に高く上げ、ホームの隅っこで何本か電車を逃しました。僕には言わないけど、親戚や会社の人に自慢しているのを実は知っています。喜んでもらえる頑張ります。いつもありがとう。